どうもこんばんは、加瀬樹です。今日は2021年の10月の8日、時刻は22時28分金曜日です。ということで、明日休みなので、多少余裕な気持ちで、続きを始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。さてさて、前回、ステージをクリアしたばかりで、とりあえず買い物しようというところで終わっていたかなと思います。ロイドのボディがちょっと重たいみたいなのですが、これですね、このモスはあんまりかっこよくないんで嫌だなということでこれになったんだというところですから、ちょっと多少ですね重量下げなきゃいけないですよというところで終わってたんですね、確か。なので他のやつもあんま揃ってないようですという感じなんで、アームとかから揃えていきたいと思います。重量がかなり怪しくなってきてますんで、ウェイトがマイナスになるやつを装備したいんですが、そういうのはなさそうというか、これですね、このシグルというやつがウェイトがマイナスになるんですが、 HP がガクッと下がってしまうので、その選択肢はないですね。ちょっと悩みどころなんですけどね、このボディ買ったんですけど、ちょっとロイドはちょっと残念ながらちょっとやっぱりやめよう。ロイドは一番重要なキャラクターなんで、ちょっと弱い機体にはできないんですよね。エンジンをプラスして他のパーツも強化していかないと厳しいです。なので、他のパーツを強化するために、このあんまり好きではない、この円柱系の頭のロボットに変更しておきます。ちょっと残念ですがもうしょうがない。とりあえずですね、次のステージは本当妥協許されない、かなり厳しいステージになりますんで、ロイドだけはちょっと妥協せずに、本気でいきたいと思います。バックパックも揃ってて、あのボディはちょっと厳しかったですね。そしてウェポンです。L はイーグレットですからそのまま、 R はウェポンですからショルダーの方からいきましょう。ショルダー R は、イーグレットランチャーが売ってるみたいですね。とりあえず、シールドです。イーグレットとシールドで、グリップもバズーカはやっぱ装備しておきたいですね。バズーカは持っておきたいんで、グリップの L をラプターの新しいやつがあるのか、これですね、レオソシアルというやつが強いですね。レオソシアルというマシンガンに変更しておきます。レオソシアル。そしてグリップの R ですね。グリップの R をグノーツのバズーカっていうのが新しくありますんで、こいつを装備しておきます。はい、ということでこのボディめちゃくちゃエンジン性能高いんですけど、ウェイトが 95% まで来ましたんで、ガチガチの装備をしたらこのロイドのパターンになっていくというふうに覚えておいてください。覚えておいてくださいというか、そういうふうに、理解していただければと思います。はい、そしてボディ、坂田のボディですね。坂田は、イーグレットランチャーみたいなのを装備しないんで、多少余裕が出ると思います。で、坂田そのものはですね、割とシュッとしたイメージがありますんで、坂田はそうですね、なんとなくですけどこいつにしておこうか。このボディは結構かっこいいですね。で、アームもですね、アームがマシンガンと一体型のアームとかもあったりするんですけど、今回はないですか。ということですので、アームはそんなこだわりはないので、一番強いのにとりあえずしておくかという感じですね。ちなみにヒットというのは、格闘でなければ無関係なんで、ヒット、ディフェンス HP ヒットとありますけど、ヒットはあんまり考える必要はありません。とにかくディフェンスと HP が高いやつが、優秀なアームだと思っておいてください。ということですから、やっぱりモスかなと。まあそうなりますよね。お金がないということを言われまして、ちょっと待ってよ、この状態で金がないということは結構やばいかもしれないですね。ですね、ロイドしか今用意してないんですよね。あ、買う方になってました。違う。セルとバイの違いは大きな違いですから気をつけましょう。
とりあえず全ての防具あ武器は全部売り払います。まず武器を全部売り払って、肩の武器も全部売り払って、このピズ8は結構いいやつじゃないかなという気がしてきたので、ピズ8かなんか 高いな。そういえばこれはちょっと残しておくか、ちょっと何者かよくわからないやつをとりあえず残しておきます。でボディもこれでじゃなくって、あこいつですね、こいつはロイドに買ってあげたやつだからこれはもう売ったらバカらしいんで、とりあえず、他のやつは全部売ります。でアームももうとりあえず全部売り払います。そしてアームを全部売り払います。足もとりあえず全部売り払います。そしてコンピューターも売り払います。でバックパックはありません。そしてさらにアイテムもですね、アイテムをこれ以上売れないのか、これはアイテムを売り払っ、あ間違えた、これは間違えたっぽいぞ。しまった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 、ん何を考えたか、アイテムを売り払ってしまいましたね、間違えて、んまずいぞ、アイテムを売り払ったのはちょっと失敗しましたね。買い戻しておきます。ちょっと最悪なことをしてしまいました。よくわかんないですけど、とりあえず買い戻しましたんで主人にとりあえず話しかけよう。武器やパーツにはそれぞれ重量があります。ボディのエンジン出力が大きいほど重い武器やパーツを乗せることができます。今持っているパーツや武器とエンジンの出力のバランスをセットアップの画面でマシンの右上のダブルパー P のメーターで確認できます。メーターの横の数値が100を超えると重量オーバーで出撃できなくなります。はい、大事なことなんで2回目聞きました。またいらしてください。とりあえずですね、セットアップします。とりあえずボディを1個無駄にするわけにはいかないんで、今回節約しながらちょっと確実に機体を整えていきたいんですが、ロイドに買ってあげてたあのごついタイプのやつですね、ごついタイプのやつはフル装備の機体には装備できないんですよね、重量オーバーで。なのでごついタイプのやつを、そうですね、フレデリックをごつくしますか。この丸い頭は結構好きなんですけどね、フレデリックをごつくしておきます。この人シールドしか装備しないし武器も持たないんで、この人は重量級のボディを装備させてあげます。はい、ということで、先ほどのボディのセットアップは完了で、またですねとりあえず買い物しにやってきました。とにかくですね、今から起こることをしっかり目に焼き付けておいてほしいんですけども、次のステージはもう本当に最難関ステージと言ってしまうとちょっとネタバレチックではあるんですが、まあ、そのぐらいちょっと重要なステージがやってきますので、絶対に負けられないというか、ちゃんと準備しなきゃいけない戦いになっておりますということなんで、坂田ですが、そうですね、まあ、レオソシアル全員ですね、マシンガンは確実にレオソシアル、でアイビスはもうそのまんまでもいいかな。ちょっと金銭的な面でもあんま無理はできないんで、まあ、ライフルあんま使わないんで、そのままでいきましょう。であとのパーツでアーム等々もですね、強いやつに変えていきます。とにかく、妥協が許されない戦いに陥りますので、確実に強化していきたいと思います。坂田は結構かっこよくなりましたね、これで。で、バックパックもこれでよしと。だからまあかなり、ウェイトには余裕があります。やっぱりランチャーを装備しないとかなり余裕がありますね。さてプライムローズ、ナタリーですね、ナタリーも、R を装備してないんで今余裕がありますか。まあ、そういう方法もあるんですけど、まあそういうわけにはいかないでしょうね。そうですね、まあしょうがないか。ナタリーは割とシュッとした感じの機体にしたいので、
そうですね、ナタリーは、まあ、ナタリーもこいつにしとくかな、このボディ結構お気に入りです今のところ。であとアーム性能も高いやつがいいんですけど、お金がだいぶなくなってきましたんで、まあでもアームは節約するようなもんではないので、とりあえず買えるだけ買っとくか。そしてお金がだいぶないですよ、これは本当に余裕がない。お金がない、お金がなくてまずいな。やっぱ HP も高いやつにしたいんですよね。まあ多少の妥協は必要かなということなんで、足をちょっとケチりますか。そろそろそんなことも考えなきゃいけない段階です。でグリップももうあれですね、レオソシアルも1個だけにしておきますか、節約で。まあそこはもうしょうがないですね。武器は多少節約しないとまずいです。さて、キースなんですけど、武器を買わなくていいので、その分まあちょっとボディとかをしっかり整えてあげようかなというとこですね。キースもこのごついやつにしとくか、なんとなく。そしてアームもしっかり整えていってたらもう金がねえなっていうことに今気づきましたんで、まずいな。足か、足も買ってたらもう金がないですね。まずいな。しょうがない、とりあえずもう確実にもう売却して、いちいち売却して、完璧な装備で挑みたいと思います。ピズ8か、ピズ8はちょっと一回ウェイト40もあるんですね。ピザ8はちょっと装備を検討に入れておかないと。いや、なんかめんどくさいんで、もう売るか。売りました。はい。めんどくさがりました。やっぱ今のちょっと売ったの失敗だったような気がするんですけどね。まあいいか。まあ売ったものはもう仕方がないです。とりあえずもう買うしかないです。あとは。もう売ったからにはもう買うしかないと。で、お金もだいぶ取り戻しましたんで、まあまあ落ち着いてきました。気持ち落ち着いてきたんで、あとはセットアップしながら行けるところまで行きたいと思います。マシンで、そうか、まだキースだからか、4番目か。これはちょっと金が足りんぞマジで。ウェポンでショルダーの R をちょっといいやつに変えたいんですけど、540か。やっぱピザ8打ったの失敗だったですね。まあいいか。いいです、いいです。とりあえずはもう仕方がない。ハンター J 行きます。ハンター J も、とりあえずボディを強くして、で、JJ もちょっと割と機体をがっつりいかなきゃいけないんで、JJ は見た目よりも性能という感じでやっていきます。装備も、イーグレットランチャー、武器ですね。ウェポンでイグレットランチャーを L に装備させたいですね。そしてパーツじゃなくてウェポンですね。ウェポンも、グリップの L に、レオソシアル、そしてグリップの R にとかやってたら、まあ金がねえな。これはまずいな。バズーカはいるか。バズーカ装備させる。そしたら、ウェポン、アーム。まずいな。金がない。金がなくなってしまいましたね、これは。あれれれ、まだあと、フレデリックもヤンも、ポールも何もしてない状態ですね。まずいな。JJ はとりあえず右腕まで行きましたと。左腕まで行って、足とかを変えてないですよ、これは。さすがにまずいな。さすがにまずいな。そうですね。とりあえずちょっともう一度武器とかを売って、ちょっと稼いでおきますか。売って稼いで、売って稼いで、売って稼いで、あと何があるか。ボディ。あ、ボディでなんとかなりそうですね。なんとかある程度回復というか、ある程度回収はできそうです。なので、
レッグはなくてコンピューターバックパックないんで2600か。となると JJ の足がもう買わずに、フレデリックはとりあえずですね、シールドはいいんですよ。でボディもいいんで、あとはアームとレッグですね。アームとレッグ、まあ、アームも確実にですね、まあそうですね、アームは、まあ、格闘も多少この人使うんですけど、まあモスでいいかな。まあ一番性能の高いモスをアーム装備させておいて、レッグもですね、まあ多少ごついレッグにしておきますか、とりあえずは。まあこれでよしとしましょう。あとはいいです。あとはよくて、でヤンですね、玉蘭っていう名前がついてますね。玉蘭っていうのは結構名前かっこいいですが、まあとりあえずヤンは結構お気に入りキャラクターの一人でもありますので、エンジンは とにかくそんないらないんですよ。エンジンはいらないので、まあ、ヤンもちょっとやっぱごつい機体にしておくか。これにします。でアームも、まあお金が許す限りしっかり使っておきたいとこですね。でレッグもちょっとお金が足りないんですけど、確実に強化しておきたいと思います。ですね、本当何度回りくどいことやるのかと思われる方多いと思うんですが、ここでしっかり整えることが非常に大事なことになりますので、お付き合いくださいという感じです。ここでしっかり揃えておくことがですね、何より大事なことになります。このゲームする中で最も重要なあの箇所になってくると思いますので、ここはですね、回りくどくてもしっかり機体を整えて、確実に準備して出撃するということが求められるという感じですね。ベラベラ喋っておりますけども、とにかくもう少し買い物にお付き合いください。玉蘭です。玉蘭の、レッグですね、レッグもちゃんと揃えておきたいと思います。この足割とお気に入りですね。いい感じです。コンピューターはいいか。これかなり上がるな。これを装備させてあげよう。でバックパックはいらないですね。そしてレインボー、これはパイロットポールですね。ポールなんですが、ポールはロングタイプの、キャラクターなんで、微妙だな。ロングタイプで今回はもう金もないんで、重量もないか、金もなくて重量もないんですけど、この人はもう本当にもう離脱タイプっていう感じでちょっとやりたいと思います。お金の節約のために。なのでまたここでちょっとアイテムとかを売りつつですね、売りつつ、とりあえずポールを、肩と足だけ買ってあげたいかなと思います。ボディも買わないとダメか。とりあえずですね、ボディを買わないと、エンジンが出力が乗っけれませんので、これはいいんか。これはいいんですけど、なんかリペア S が37あって10しか売れないのか。なんかさっき全部売り払ったような気がしてたんですけど、売るのはやめます。そしてセットアップしながらポールを最後整えておきます。とにかくですね、ポールはもうあのロング性能、もう本当それだけの男にしたいと思いますので、これは R は何を装備するのか。イーグレットかじゃないな。イーグレットランチャーをやっぱり装備しないとダメですね。このステージはイーグレットランチャーで、いきます。あとは知らんという感じですね。ポールはもう食らったらおしまいです。はい、結構長々とベラベラと喋ってまいりましたが、これで一通り揃いました。お金が83円に、83ハフマンドルに
成り下がってしまいましたので、あとはとにかくやられずに、勝つということだけを考えて、ガスガス行きたいと思います。グレイドックの街からのスタートです。さて軍のオフィスに足を運んでいきます。さあもう休暇は終わりだ。次の任務を伝える。我が国領内に入り込んだ USA の部隊を追い出す作戦が間もなく開始される。我々は正規軍の進行に合わせて進軍することになる。あ、ピビーの登場ですね。僕はどうすればいいんでしょう。あ、そうだったな。紹介しておこう。こいつはウィリー・ニッチバーグ・ジュニア。今度は、ん？ウィリー？あら？ピビーじゃないのかな。ちょっと今読み間違えたかもしれないですけど、まあいいや。今後は補給車のドライバーとしてお前たちと行動することになった。なんでまた？こいつこの間の作戦にビビって軍を脱走しようとしたんだ。軍法会議寸前のところを俺がこの部隊に入れることで話がついた。こんななりだが、ドライビングテクニックはなかなかのものだぞ。ピビーって書いてますね。えへ、よろしくと。ピビーが仲間になりました。ちょっと音楽がこうコミカルなのが特徴的です。補給車はお前たちの持っている道具をすべて積んでくれる。お前たちは補給車に隣接すれば機体の修理やアイテム、武装の交換ができる。ただし補給車はバンザーより走行が薄いから積極的な戦闘はやめた方がいい。よし、早速作戦を開始する。次のお前たちの任務はフリーダム市を取り囲んでいる対空ミサイルランチャーの破壊だ。はい、ピビーが部隊に加わりました。なんか正式本名がなんかちょっとピビーじゃなかったような気がしますが、気のせいかな。これが我が軍と敵の戦力だ。このなんか戦力表がなんかいまいちよくわからんのですが、まあ、ユアデータ、ユニット数9ですね。多分 PV を入れて9かなと。で、あと、アタック436、HP は966というのはトータル性能かなと思います。で、それに対して、エネミーズデータが右にありますけども、アタックが876で、HP が1944ということは、どっちも倍じゃねえかという話なんで、お分かりになるかと思いますけども、先ほど一生懸命機体を揃えたのにもかかわらず相手の戦力は倍だというところを、まあ理解していただければと思います。それだけでも一生懸命機体を揃えてた理由が分かるかなと思いました。はい、理由はそれだけではありませんが、とりあえずはここで、まあ、もう一度セーブをして、で、まあ、残り時間が許す限り戦闘に向かっていきたいと思います。はい、ということで、グレイドックから、まあ、戦場までスタートというところです。まもなくこの上空を空軍の攻撃機が通過する。占領されたフリーダム市にいる USN 軍を攻撃するためだ。お前たちの任務は攻撃機が通過する前に敵の対空ミサイルランチャーを全て破壊することにある。以上、作戦を開始せよ。まったく、なんでこんなギリギリのタイミングで攻撃しなきゃならないんだ。先にランチャーを破壊したら攻撃機のコースがバレてしまうじゃないか。はい、ということで9機全機で出撃してまいりたいと思います。はい、嘘をつきました。初隊しかいないじゃないか。ですね、なんか誰かを多分忘れてるんでしょうかね。うん、まあいいや。とりあえず全機で出撃していきたいと思います。攻撃機通過まであと10ターンしかないです。はい、とにかくガンガン攻撃しまくれということになります。ちなみにですけども、今までプレイした中でこの任務成功したことは一度もないような気がしています。そのぐらい難しいステージになります。まあクリアはできるんですけど、任務をこなすのはかなり厳しいです、正直。まあその辺ですね、まあ今回の戦いでどこまでやれるかをぜひ見ていただきたいなと思います。フレデリックを戦線に送り込んで、弾よけとしながら、皆さん様子見ながらですね、やっていきたいと思います。ポールだけはちょっととにかく走行が薄いんで必ず後ろに。で、ピビーは、まあ、まあ前に出すの得策じゃないんですので、まあまあぼちぼちでやっていきます。さて、どんなもんか。久しぶりのこの戦いなんですが、早速ですけど遠距離攻撃を食らうんですよ。発揮種って敵は強いんですよね。これもコマンダーですが、イーグレットランチャーかですね。イーグレットランチャーですね。
いや、一発一発がでかいんですよね。いやー、この戦いはもう本当に難しいです。これ10ターンは相当難しいですね。ちなみにですけど、あの下の方でパカパカしてるあの車みたいなやつを、あれを全部壊さなきゃいけないんで、実質的にですね、全部の敵を無視するっていうことはもう絶対無理ですから、あの対空のやつだけを壊すっていうのに集中してたらやられるんで、いや無理でしょうこれは。今分析しても絶対無理だと思うんですけどね。これうまくいく人がいるのかなと思うぐらいですけど、とりあえず先に進めるしかないですね。コマンダーとアタッカーがいます。とりあえずコマンダーの方から先にやろう、イーグレットで攻撃していきます。とにかくもうミサイルランチャーでどんどんやっていかないと時間的にまず間に合わないですね。10ターンっていうのはもう本当に、うわー、外しまくってる。いやいやいや、コマンダー強いみたいですね、どうやら。しょうがない、とりあえずアタッキングしていくしかないということで、坂田には頑張ってもらいます。レオソシアルで攻撃です。ああ、いいですね、坂田はだいぶ強くなったんだ。しかし攻撃を結構、あ、レベルが上がりましたね。ショートがとにかく上がりやすい坂田ですと。まもなくショート性能が、1000に届きそうです。多分一人抜きん出て強いんじゃないかなという感じですね。ナタリーです。ナタリーもとりあえず遠距離攻撃で様子見る。あ、ナタリー、ボーンか。ボーンはまずいな。ここでランチャーを変えてなかったことが分かりました。これだったらピズ8でも装備させておけばよかったなぁと後悔してしまいそうですね。ナタリーがボーンになっているというところはしっかり覚えておかないとまずいです。さて、このアタッカーですけども、キース。まあいいか、前線前に出るか。出ます。とりあえずちょっとどんどん倒していかないときついです。まあ格闘だから先に攻撃を絶対受けるという、あ、ダブルが発生しましたね。ダブル発動でレベルも上がったという感じです。はい、それでもファイト300しかないんですね。そう考えたら坂田がどんだけ強いのかという話になりそうです。JJ ですけど HP がなんかすごく低いのがちょっと気になりますね。なんか装備をしてないんじゃないかなという気がしてきましたね。まあもうしょうがないです。とりあえずイーグレットで攻撃していきます。まあもうボディで倒してほしいんですけどね。まあまあまあいい感じにいきましたね。さてフレデリックは玉よけとして頑張っていただきたいところなので、とりあえずここに置いとくか。アタックもしません。そしてヤンですね。ヤンも前に出します。ヤンも前に出さないことには意味がないので、とりあえず前に行きます。ポールなんですが外からちまちま攻撃させて、あ、間違えた、エンドしてしまったんですが、でピビーはもうあんまり前には出さない方がいいので、まあまあこの辺りに、いやー、なんかこうちょこちょこ装備忘れがあることに気づきましたね。誰か JJ かな、 JJ ですね。うわー、食らうなー。防御しててもやっぱり全然貫通してきますね。いやー、敵が多い。倍の戦力があるというのをですね、まあ、理解していただきたいなと思います。さて、キースに攻撃ですね。トンファで迎撃します。あ、格闘できたか。ああいいですね。ダブルがめっ、あ、なんでそんなダブルがそんなに発動するのかよくわかんないですけど、めちゃくちゃ強い。ダブルのレベルが2になってそうな気がしますね。3回攻撃はそんな、ダブルの性能1でレベル1で3回攻撃とかしないんじゃないかなというか、イーグレットランチャーがいっぱいいますね。まずいな。
いやいやいや、厳しいな。やっぱ強い。このステージやっぱ難しいですね。とか言ってたらですね、もういい時間になってしまいましたんで、今回はもう買い物ばっかして、もたもたと買い物ばっかした回になってしまいましたけども、ここまでとしたいと思います。それでは失礼いたします。